皆さん、こんにちは。はじめまして。私は日本の隣の隣の国のエストニアから来たラオクライダと申します。どうぞよろしくお願いします。私はエストニアの高校を卒業して、日本の大分県別府市にある立命館アジア太平洋大学に入学しました。大学を卒業後、三菱重工業の広島製作所に入社し、現在、三菱重工業ヨーロッパのロンドン事務所でローカル社員として働いています。では、本題のスピーチに入りたいと思います。タイトルは日本のビジネスコミュニケーションです。日本のビジネスコミュニケーションにおいて3つの大事なポイントがあると私は考えます。まず1つ目、それは挨拶です。私は就職して間もない頃、自分の日本語に自信がなく、毎日日本語だけ使用して仕事するのがとても大変でした。早く他の日本人の同期と同じように仕事し、会社に貢献できるようになりたかったです。しかし、日本語にも言葉の壁があり、自分でできることは限られていると感じました。そこで思ったのが、私は日本語が完璧ではなくても、一つできることはちゃんとあると。それは挨拶です。私が働いてた職場には、1000人以上の従業員がいて、普段仕事で接する機会のない人が大半でしたが、毎日元気な声で皆さんに挨拶するように心がけました。挨拶しても何も返事してくれない人もいましたが、諦めずに挨拶し続けました。時間はかかりましたが、みんなが元気な声で笑顔で挨拶を返してくれるようになりました。決して大きな出来事ではないと思いますが、その時とても嬉しかったです。実際、挨拶に心かけてたおかげで、たくさんの人といい関係を築くことができました。そして2つ目のポイント。それは相手を尊敬し、偏見を持たないことです。性別、年齢、国籍はコミュニケーションに関係ありません。また、自分と相手の立場に関係なく、常に謙虚で相手を大切にしないといけないと思います。私は日本にいたときに、とてもいいことわざを学びました。実るほど神戸を垂れる稲穂かな。私もそのことわざの通り生きていきたくて、いつまでも元気で決してデングにならないようにしたいです。入社当時、私は資材調達の業務をしていました。取引先には従業員数が10名以下の企業も多く、直接取締役の方たちとやり取りすることも多かったです。その取締役はもちろん日本人で、きつい広島弁を使う70歳前後の元気な方たちでした。ほとんどの方が外国人と取引の経験がなく、外国人のテレビでしか見たことない人もいました。そんな中、突然、どこの国の出身かもわからない、髪の毛がボサボサした女が担当になったことで、取引先の方たちはびっくりしました。彼らも私もそして私の同僚もコミュニケーションがうまくできるか不安でした。しかしそこでは私は自分がお客という立場を考えず、相手の取引先の方の話を聞くことを心がけました。また取引先の方たちも私のことを信頼してくれ、年齢、性別、国籍などの偏見を持たなかったため、業務をスムーズに行うことができました。そして最後に、ビジネスコミュニケーションにおいて大事な3つ目のポイントについてお話しします。それは、コミュニケーションは職場で起きてるんじゃない、居酒屋で起きてるんだ、ということです。要するに、ノミニケーションです。ノミニケーションは日本のビジネスにおけるサブカルチャーといっても過言ではないぐらい、日本人は職場の方たちと一緒に飲むことを大切にしています。日本人の性格は少しエストニア人の性格に似ているところがあります。
一般的に冷静で感情を表面に出しません。そのため、日本人もエストニア人も職場で苦しくても、文句を言いたくても、直接上司に文句を言うことはあまりしません。しかし、日本の面白いところは、上司部下といった立場に関係なく、無礼講という、ことで、職場で言いにくいことも少し言いやすくなります。みんなお互い楽しくお酒を飲みながら、信頼関係を築きます。例えば、当時、職場で私の上司は、私の仕事の評価についていつも厳しい言葉を使い、私は上司から嫌われているかと思いました。ドキドキ泣きたいほど辛かったこともあり、自分に対して自信がなくなることもありました。しかし、ある日、その上司に、一杯飲みに行きませんかと誘われました。その時、私の上司はちょっと酔っ払ってたかもしれませんが、いろいろ私のことを褒めてくれたり、励ましてくれました。私が今まで頑張ってきたことを評価してくれてて、もっと成長してほしかったから、厳しく指導してたと分かりました。それ以降、私はその上司のことをさらに尊敬し、どんな仕事でもやってやるという強い気持ちを抱きました。一緒に飲みに行くだけで心の悩みがなくなり、元気で仕事ができるようになりました。日本の文化がわからない方がこの話を聞いたら、職場でのコミュニケーションに問題があるとか、効率が悪いといった意見を持つ方もいるかもしれません。しかし、私はこのような非公式のコミュニケーションも文化の一つであると考えます。お酒を飲んだ次の日は二日酔いで、コミュニケーションは取れないかもしれませんが、その翌日は必ず職場の雰囲気、コミュニケーションが良くなると思います。だから私の意見として、日本の企業が海外において成功するために、他にも様々なするべきことがあると思いますが、第一のステップとして、このノミニケーションのサブカルチャーを広めることが重要であると思います。もちろん、いつも飲みすぎないようにたしなむ程度で。以上が私の考えるビジネスコミュニケーションにおいて3つの大事なポイントです。ここ、イギリスにはさまざまな日本の企業が進出し、日本から仲裁員として来ている人も多くいます。日本から赴任したばっかりで、現地の事情がわからないまま、日本的な発想でローカル社員を管理するのは、決して簡単なことではないと思います。特にロンドンには、世界中から異なる文化的背景を持った方たちが一緒に働いています。そこで挨拶、相手を尊敬し、偏見を持たない、ノミニケーション、この3つのことを心掛け、ローカル社員と信頼関係を築き、職場でのコミュニケーションをより円滑にしてみるというのはいかがでしょうか。つまらない話ではございましたが、以上、私の日本のビジネスコミュニケーションについてのスピーチでした。ご清聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。一番最初ってことでとっても緊張されたと思うんですが、とてもゆっくりと落ち着いてお話しいただきましてありがとうございました。広島弁で苦労されたと思うんですけれどもまずはじめにどうして日本語を学びたいと思われましたか。私の高校は日本の立命館アジア太平洋大学とつながりがあって、そしてその高校で日本語の授業もありました。で、私は中学校を卒業するときに高校を選ばないといけないんですけど、そのときに、ぜひ海外にも行きたいと思って、またその高校は、その立命館アジア太平洋大学とつながりがあるから、私はその高校に入りたいと思って、3年後、高校卒業したら、大学、日本のその立命館アジア太平洋大学に行けるということを分かったから、頑張って日本語も勉強したいと思いました。今でもお仕事で
日本語は使われてますか？時々使います。日本、今こちらにいる時の日本語と日本での日本語の使い方の違いとかは感じられますか？特に日本語は同じだと思います。でも、まあ、日本にいた時にはほとんどの時は、まあ、とても丁寧な日本語を使わないといけなかったんですけど、こちらでは、まあ、友達と喋る時には普通に簡単な日本語を使っていますね。これからも日本語をもっともっと勉強されていきたいと思われてますよね。はい。どんな形でもっと英語をスキルアップ、ごめんなさい、日本語をスキルアップされたいですか？もっと、まあ、もっと本の、早く読めるようになりたいと思います。こちらでね、いろんな地域の日本から駐在の方もいらっしゃると思うんですけど、広島弁以上に難しいなと思う言葉、地域の言葉ありましたか？こちらですか？はい、今働いているところで。ああ、今は時々会社の人に日本の会社の人に電話するときには、それぞれの地域の人がそれぞれの地域の人と電話で喋ってますけど、特に日本語はもう大体みんな標準語を使ってるからあんまり難しくはないです。でも逆にその広島で仕事してた時には相手は取引先の相手はその広島弁を使ったりしてたから、その時の方が難しかったです。ありがとうございました。いいですか？はい。お話の中でね、3つのポイント、ビジネスコミュニケーション3つのポイントっていうのは大変面白いと思うんですけども、最初の挨拶、工場に行った時にいつも挨拶、大きな声で挨拶しましたって言いましたね。はい、はい、どんな挨拶をしたんですか？工場に行った時にはご安全にという挨拶です。ご安全に。ご安全に、はい、はい。でも普通に事務所の人にはおはようございますと言いました。それだけですか？そうですね、帰った時にはお先に失礼しますと言いました。それを大きな声で言って、やっぱり効果がありましたか？効果ですか？効果があって、そうですね、結局たくさんの友達ができました。挨拶するだけで、うん、たくさんの人に変な目で 見られたんですけど、結局そういう挨拶のことが好きな人だ、挨拶が好きな人だったら私にも声かけて、まあ、友達になりました。それはでも日本的じゃなくてイギリスでもそうですよね。エストニアでも挨拶はすごく大事なんじゃないですか？そうですね、大事ですね、はい。でも特に日本ではとても大事にされてると感じました。それから最後の飲みニケーション、はい、よく飲みに行きました？そうですね、はい。たしなむ程度で。たしなむ程度で。どういうところに飲みに行くんですか？どういう時ですか？どういうところに。どういうところですか？いろいろなところに行きました。まあ、居酒屋がメインだったと思いますけど、うん、居酒屋によく行きました、職場の方たちと一緒に。日本の企業が外国に行った時もこのノミニケーションをしたらいいというサジェスチョンですけども、はい、例えばイギリスで今日本の企業に働いてますけども、そういうことありますか？よく出かけますか？ノミニケーションですか？はい、そうですね、はい、時々同僚と一緒に飲みに行きます。ノミニケーションというのは社内だけですか、それともお客さんと一緒に行くこともあるんですか？こちらではないですね。ないですね。ほとんど職場の方たちと一緒に行ってます。そうするとお客さんとコミュニケーションを取るのはどうしますか？ノミニケーションじゃうまくいかないですよね。うん、そうですね、その時アフタヌーンティーですね。実行してますか？すいません、実行してます？実行実際にやってますか、アフタヌーンティーを？そう、今まではやったことありません。客先はこっちに来たことないんですから、あんまりロンドンに来て1年だけですから。あれですね、日本の企業の以外にも仕事したことがあります？
ありません、アルバイトだけですね。アルバイトだけ、それとあんまり比較できないかもしれませんけども、はい、日本企業は海外に出てこれからもうまくいくと思いますか。まあ、この3つのポイントを守ればうまくいくと思いますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。